さあ参りましょうか。集中だ。戦闘しつつ情報集めつつ、あそこも あそこにも見られてる。どこ行っても見られてる。気になるわ防犯カメラ。このみかんのあの偽物のやつやこいつ。あそこ行こう行こう。チェーン組んでいく。何が相手でも片付けるだけだ。ノーチェーン、ノーチェーン。ちょっとねお腹をね、ゴミだらけだね。お腹を一回フリーにしたいんですよ。いいそうそこだ。パンチパンチ完璧パンチパンチ。ジェリアどうジェリアヒエリー。くだらん計算だ。俺たち強くね。パンチはね見た目もあんまり好きじゃねえな。まあまあかな。まあ、とりあえず買い物行きましょうか。ホットファング来た。ホグファングいらっしゃい。オーバーサイズ開通ですね。シンクロチャンス時間アップ。シンクロチャンスの時間が少し伸びる。いいね、いいっすね。これはホグファングで全身の装備を統一するとファッションのパラメータがアップする。HP が少しアップする。リンドウが装備すると HP がアップする。まあ、とりあえず全部買っとこうか。店員のランクも上げるといいと思うんですよ。 VIP ランク上げると多分ありがとうございました。新しい商品レア商品とか案内してくれたりするはずなので。レア商品を案内してもらいたいですからね。準備はできてる。はい、できてます。行くぞ。行くぞ。腹ごなしだぜ。やったろうじゃん。どう？シャリ飛んでた。完璧。パンチパンチ。全力でついてきた。うまい。オッケー。まあ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 。知ってる敵ばっかりで、しかも弱いから全然歯応えがないですね。正直ブレッドだけで倒せるレベル。ブレッドが強いから、これがめちゃくちゃ強いから、手数も多いし。ブレッドだけで何の問題もなく追い込めますね。見た目もかっこいいし、ブレッドいいな。お、初めてかなこいつら2匹は。クラッター倒したけどな。パンチ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 。俺様にミスはね。オッケー。デスランクありがとうございます。バッジは既存のもの。さあもう一個服屋さん行きましょう。だいぶ腹減ってきましたね。お、これは服屋さんがシェパードハウス。ちょっと 安い感じ。ユニクロかなこの感じは。マグマ救出大作戦。おー、すげえ。置いた置いた。あー、これ系強いね。なんかこれ覚えてるわ。これ系強いんですよ。置いて置いてドガーンね。バッジゲージ自然回復は無効。これね、使い方でめっちゃ確か強かった。こういうやつなんか覚えてるわ。ダウンしとるところにブワーって置いてドガガガガみたいな、なんとなく覚えてる。メインで操作していないとき受けるダメージを少し軽減する。ローレジスト、レジスト感電、感電で受けるダメージを軽減する。金がね、すぐに換金してやるさ。金持ってんぞ俺は。金持ってんぞ俺は。舐めてんじゃねえよ。ガキだと思って舐めてんじゃねえよ。金持ってんぞ。よし、
シェパードハウスあんまりダサい感じがします。一応買います。ありました。シブピよし、そして装備しましょう。靴でしたよね。アタックアップ、これこっちやったよな。どうする？待って、違う違う違う、これ攻撃アップ。あー、メインで操作しないとき受けるダメージ少し軽減する。HP アップ、クロチャンスが少し伸びる。アビリティが出てないんですよね、この辺は。まあ、センスが足りなくてアビリティが出てない。ダッサいで、これ一応こっちするか。オッケー、よし、もうちょっとでお腹が。お、何あれ、なんつってんの、おい。死神ゲーム参加者って書いてるやん。リンド？スキャンできない奴らがいる。死神ゲームの参加者なのか、これが。うん。俺たちと同じ参加者ってことかも。同じようなバッチつけてる。そうだ。ああ、参加者なんや。で、何してんの？ミッションの人この辺にあるとか。一切動きが妙だ。全員が通行人をいちいち伺ってる。こいつらも仲間探してるんか。うん、ライバル登場か。先は越されたくねえな。潰すか。戦えんの？俺と戦わなくて。あって、あれ、みんな移動始めた。どこに行くんだ？この辺の人の思考の中にさっき、東急ハンズで限定バッジもらえるって情報があった。能力者はそこにいるかもしれない。東急ハンズって確かセンター街の先だよな。はい、千鳥会館の近く。さっき解放されてた。おし、待って、オッケー。さっきの奴らと会っちゃうんじゃないか。そしたらまとめてクラッシュだ。はい、でもその前にお腹を完全に減らしてからご飯行きたいんで。これで腹ごなしはいけたんじゃないでしょうか。新しいお店でご飯を食べたいです。で、次は 100% にしないように調整しましょう。軽く遊んでやるよ。数多いな、おい。こんな感じか。一気に叩く、一気に叩く。ゲージが足りる間一気に叩く。耐えられるか。オッケー。ノックバックがね、発生しまくってる時はやっぱ攻撃食らいにくいんで、連打は強力な武器ではありますよね。結局打ちまくればそうそう食らうもんじゃないというか。順調です。火力が高ければこういう戦い方ができるね。全く寄せつけない。 OK。 ちょちょいのちょいでしょ。これもまあいけんじゃない。そこで肩をつける。順調です。よーし、いっちゃいなさい。俺の邪魔はできん。いいね。チャリがぶっ飛んでいってた。うん、まあまあまあ。よし、この調子だ。よし、いいんじゃない。オッケー、完全に腹減った。よし、じゃあちょっとお店、ご飯食べよう。ご飯。お腹すきません。ギルティも行きたいけどね。いらっしゃい。おう、ここ、あ、ギルティや、ギルティ、罪深いギルティ、タンタンギルティ、混ぜギルティ、黒タンタンギルティ、ちゃええやん、黒タンタンギルティ。アタックアップ、腹膨れさえない、これ喜んでる、喜んでる、めっちゃ腹膨れる。いただきます。いただきます。これうまい。いいね。76なってるからちょっと置いといて、もう一個一応お店も行ってみましょうか。ここか。うわ、海鮮丼、丼ぶりの里や。いらっしゃいませ。うわ、うまそう。これカロリーが
確実にオーバーするよこれ。食っときたいね、もう。でもていうかリアルで食いたいわ。うーわうまそうこれ。豊洲海鮮丼やこれ。いっちゃうなあ。んだけ 100% やめようと言ったのに。いただきまーす。いや食うでしょこれは。うまいぜ。またどうぞ。やりすぎた。腹いっぱい。もうデブの思考や。もうデブの思考集中だ。やっちゃいました。デブの思考。ドリームドリンク、渋谷名物ドリームドリンク。大したことは言わないんでこいつらはね。とりあえず行きますか。ノイズ積極的に借ります。さあ千鳥足開館前。またクリモンあるわ。バツのやつすごかったね。全部あるのかしら。さすがに大丈夫だと思いたいよね。バツ目当ての人結構いるっぽいじゃん。さあ頑張っていきましょう。スキャンするぞ。腹減らしていいか。よし、何が入ってる。ドロップレート 70.0 バッチリです。さあ落としまくってもらって、お金も稼がないといけませんから。一気にいく、一気に叩く。一瞬じゃねえぞ。頑張ります。パンチ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 がだいぶ火力が上がってきた。一撃11ぐらいまで来た。よし、こい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 。ちょいのちょいでしょ。ジョイ君やで。すげえ。パンチ。パンチ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 。たた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 たい。気持ちいい。全くシンクロしてないけど。気をつけろ。倒す方重視で戦ってるんで。シンクロはあまり意識せず、早く倒すということを意識して戦ってます。パンチ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 。ケイ、まあ、弱い敵やったらもう全然この戦い方でいいと思いますね。やったろうじゃん。割とその出場ガチャっぽく連打しつつ、敵の動きだけを見てダメージを食らわないようにっていう感じで、まあ、大型の敵からのダメージを食らわないようにっていう感じで戦うと、まあ、楽かもしれないですね。かわすことを重視する。頭出しにはちょうどいいか。実はこう適当にやってるように見えて、攻撃だけを見てる感じ、以降に攻撃されないようにタイミングを測ってるっていうような感じで。調子いいじゃん。これをやっとくと、まあダメージ食らわないんで、食らいにくいんで、うん、いい成績出るねっていう感じですね。美しい結果が伴う。よし、マスター。これでほぼほぼ今持ってるメダルに関してはマスターしたかな。おっ、ガットネイロがランクアップ。多分ガットネイロ来て戦ってるからだと思いますね。集中だ。え、バッチゲットしたんや。あ、いいじゃない。ってことは分かった。まあ確かにめちゃめちゃな人気ってこと。スキャンするぞ。ちょっと腹ごなしです。何が相手でも片付けるだけだ。若干この戦闘のロードが長いですね。もうちょっとこうサクサクここが行ってくれると気持ちいいんですけど、やっぱその DS と比べると DS はやっぱロードが早かったので、そこのストレスを全然感じなかったですけど、OK。
ドロあとドロップレートが多分200とか150とかなってくると1回につき2個とか出てくるんじゃないかなと思うんですけど、効率がさらに上がるパターンやったんじゃないかな。ちょっと忘れました。 OK、 1個に対して1個っていうのはそれがルールやったかな。ちょっとそこ覚えてないです。どうやったかな。100さえ超えてりゃ絶対落とす。よし、もらった。どんなレアな罰でも、それがこのゲームの面白いところです。よし、OK、 気をつけろよ。気をつける必要などない。一気に叩く。調子いいじゃん。ここだけかわしてという、はい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 、リカブリ寄った時だけちょっとだけ警戒してみたいな感じでね。俺たち最強だよな。最強っすね。今のところバッチも完璧ですし、このバッチ構成でいいかな。あ、しまった、忘れてた。あれや、こいつはこっち使わないとね。指さす先にを使わないと。指さす先に何がある。さあショップ行ってみましょう。ここはハンズ。おお、リアルライフショップハンズ3階までありますね。バッジの絵があるよ。こんにちは。来た。持ってますけど、これ進化したっけ。しないですよね。進化しないですよね。エメイ・ベイモンは進化したのよ。進化しない状態でコンプしたいところですよね。ジョリベコ、ターゲットに向かって飛び蹴り。進化するのか。これ一個買って、ありがとうございました。まあ一応コンプ、コンプ狙い。こんにちは。アパレルも一応あるんや。持ってますよね。全部持ってる。チェックがついてるってことは持ってるってことだね。ありがとうございました。明日3階。こんにちは。何これ、山吹色の宝石を埋め込んだバッジ。どこかのショップのクエストでアイテムと交換できそう。テクタイとレアメタル、一応買っとくか。なんかしら後ほど使うってことっすよね。1000円5000円一応持っといて、1万円ぐらい必要ってことですよね。ちょっとお金を用立てましょう。いやー、金言うても結構いるなあ。2つもあんのかこれ。マジか、全部買っときたいっすわ。じゃあ5000円で、いや絶対後ほど使うのは分かりきってるので、でエメイ・ベイモンにして、エメイ・ベイモンを進化させない方向で、こんなものがあった。使い慣れていないこのバッジを。限定バッジはあの列かな。ああそうだ、限定バッジ引き換え所、すごい行列じゃん。エレガントストラテジーコラボ限定バッジ流行ってるのかねみたいだな。それより能力者いるのか分かんない。この辺探してみよう。集中だ。ランチ食べ過ぎた俺もです。能力者はいないっぽくない？いないっぽくない？何が相手で片付けるだけだ。オランっぽいけどね。いけるいける！はい
はい、一気に倒す。あーそうか、これはまずいぞ。ボムはこれまずいぞ。これどうなってんのボム。置いとるけど、置いとるけど、これいやーこれちょっと弱いわ。レベル上がるまでの辛抱、これちょっと待って、きついな。操作キャラが、いや動かしにくいから、めっちゃ操作キャラを切り替えてるんじゃないんですよね。じゃなくて出す技で操作キャラが勝手に入れ替わるシステムなので、これはやりにくいったりありゃしない。やった、バチ手に入った。マツコが早めに並んでよかった。うちらの判断は間違ってなかった。バッジってもしかして売り切れたの？能力者はもう手に入れてんのかな？バッジない全部失敗、バッジない全部失敗。あ、あ、この子か？オタクの子か？近づいてくる。バッジない全部失敗。怖っ。ええー、ダメだ、もうダメ。あ、変わった。ムグはぶつかった、すり抜けない。違う、お前らは普通の人じゃない。え、まさかこの子また邪魔しに来たんだな。え、邪魔って推しが尊い T シャツや。もう逃げられない。うわー、戦うの？また他人の心の中入ってきてしまった。え、え、心の中、そんなことができるん？今日は全てがうまくいかない。オタクっぽいな。そんなやつなんてめんどくさい。あ、君はそれでワイを邪魔したのか。ワイ、なんだ、誰が喋ってるんだ。南本さんだけでも嫌ってほど気を使ってんの。これ以上どうやって気を使ってんの。これ読まれてるよ。なんて言い草だ。ワイが君に何をした。ワイ、勝手に人の趣味を邪魔してワイを追いかけるし、ワイ、レガストバッジを手に入れそびれたワイ。レガストバッジして、何これ。しかもこの人なんか勘違いよ。いや、それより何よりエレガントストラテジー、レガストをバカにして。レガストって言うんや。何かあったらフレットのせいだ。南本さんも適当なこと言って、さらにそれらは全て人のせいだと。違う、俺はずっと気が乗らなかった。悪い状況になって、俺のせいじゃない。本音が、本音が。もうそんな声聞きたくないんだ。何が死神ゲームだ。星マイナス200でござる。ござる。史上最低評価をつけてしまうワイ、かっこいい。ワイ、え、反撃だ。怖っ。エレンみたいになってる。おバッジを、頭が痛え。なん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 。ダメだ、意識が死なないよな。やだ、こんな、これあの時と同じってこと、運命が変えられる。確かあの子バチを欲しがってた。ああ、エレガントストラテジー、こいつの能力がこれなのか。そのグッズがあれば、これが覚醒能力。こいつだけが持ってる変な能力、この時間をちょっと戻せるやつ、リスタート、これや。リンドウのリスタートは少し前の過去の時間に戻ることができるサイキック。えぐいなこいつ。
過去の時間で取った行動や得た情報に応じてリスタートで戻れる時間や場所が増えることがある。なお時間を巻き戻せる間はエリア移動が制限される。すんごいこれ。嘘でしょ。その能力、まあフレットもそうですけど特殊能力持ってるからそれに気づいてるんですね南本は。はあ、ここに戻ったんや。さっきのお一緒や。さあどうすりゃ。ちょっとバッジ買ってみるのとかどう。おい、怪しいバッジだし俺たちも買っとくとか、能力者も買いに来るなら会えるかもだし、よし買いに行ってみようか。とりあえず行ってみたけどこれでいいのか。あーもう全然わかんない。そもそもレガストエレガントストラテジー一体どんなやつだよ。ゲームかな。元はスマホアプリゲーム。魅力あふれる様々なキャラクターが主人公を取り巻くリアルなやり取りがユーザーの心を掴んだアニメ、漫画、小説、映画も展開、いずれも大好評。関連グッズは入手困難で知られている。ほう、レガスのバッジが必要なんだよな。そういうオタクコンテンツや。時間が戻るというのは確かだ。何もしなかったらまた同じことになる。なんとかやってみるしかない。絶対レガスのバッジを手に入れてやる。時間は戻るけどおそらくレベルとかは戻らないんですよね。装備してるものとかも戻らないっていうことですね。オッケー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 。エレガントストラテジーの限定バッジを手に入れて運命を変える。オッケー。腹も減らしたいし、何よりも僕早くね、レベルをもう上げたいと言いますか、上げてレベルを上げて、バッジのレベルを外したい。今のバッジ危険です。かなりどこが楽勝なんですかと言わんばかりのヤバさです。とりあえずもうもう突きだけでなんとかするしかないので、爆弾がこれいやこれひどいな。爆弾ひどいよこれ。リンドウのみ、遅咲きのリンドウとならん。これ当たんないっすよこれ。ダウンさせたところに近づいてってボコボコボコって置くのが多分上等だと思うんですけど、結構爆発まで時間かかるし、ゴミだらけだな。デカブツに当たるか試してみるか。まずダウンさせて置いて爆発しろ。これ遅くない爆発が。いやダメージはでかいですけどね。まあ、ちょっと爆発が遅いな。いやこれは厳しい。ボス戦、巨大なボス戦とかならめっちゃ使えると思うんですけど、これはしんどい戦いやな。シンクロもまずたまらないですしね。大丈夫だよ。何をやってんの。OK、さっさとレベル上げてあの装備から解放してあげよう。フレットをその方向で行こう。刀らしにはちょうどいいから。ゲイ、耐えられるか。置いとる、早く爆発しろ。耐えられるか。くだらん計算だ。すごい。落ちろ。俺様にミスはねえぜ。ゲイ、なんとか倒してますけどね。一人何にも活躍してないやつがおるから、あともうちょっとです。リンドウの攻撃は結構強い。集中だ。あーさっき青がおったんですけどね。おらの汁はスキャンするぞ。おったのよ。さっき見かけてたんですけど、これで多分レベル上がると思うんで、この2000円ぐらいレベル上がると思うんでちょっと見ますわ。無価値なろくでなしどもが。 OKOK、 これでとりあえずレベル上げてしまいましょう。
やったネットのバッジを解放する。ろくでなし泥が。これ。耐えられるか。あ、偶然当たった。偶然当たった。まあまあそうか、自分を襲ってくる敵に対してならまあ当たるか、それならあり、ありっちゃありなのか。こうなっちゃうの、もう吹っ飛ばしてしまう。あのこの程度か、サイキックとめちゃくちゃ相性が悪いんですよね。順調です。吹っ飛ばしてまうからやれるもんだな。非常に相性が悪いですね。いい感じ。まあとりあえず上がったからいいでしょう。指さす先には名誉と犠牲。はい、よし、ここちょっと戻そう。これで、これはもうちょっとですよね。よし、もう一回ここでいいのか。よし、限定バッジあの列かな。あーそうだ、限定バッジ引き返しよう。エレガントストラテジーレガスト、ここか。アリンド無理だこれ。ハチ公カフェで配布って、あーコラボのメニューで完売マジかとか。ダメだ、もう売り切れてる。うーん残念。あかんやん、残念じゃダメだ。引き換え券を手に入れないと。スクランブル交差点にいた時間に戻れれば。そんなことできんの、さらに戻ることできるの。過去を改変し、正しい未来に進める状態になったと感じたら、リスタート画面で運命を確定させるを選択してみよう。もう一度だ。すげー。じゃ戻るぜ。す？すごいね。戻った戻った戻った。元気もらってラッキー。さあ、もう何なの、観光客、雑誌広げてなんたら。この人たちみたいにハチ公カフェに並んで限定メニューを注文すれば引き換え券がもらえる。よし、フレッドにどう説明する。さっきバッジの話をしてた人がいたよな。その人たちと今またすれ違ったけど、ハチ公カフェに並んでよかったとか言ってた。で連れて行かなかもね。俺たちもそこに行く方がいい。説明下手かおい。なんで行こうな。限定バッジでハチ公カフェで引き換え券がいるらしい。引き換え券を俺たちがもらっとけば能力者に会える可能性が高くなる。引き換え券だって数に限りがあるから、ライバルは少ない方が。さすがさすがフレッドさん、うん、話が早い。よし、限定バッジを。おー、時間が戻ったということを言ってるんですよね。バーガーショップまで戻ってきたかな。ハロー。ハロー。何？お金が。なーい。ここではお金を作れない。お？大聖堂書店、こんなとこあるんや。いらっしゃいませ。うわ、何これ。ちょっとお待ちください。何でしょうこれは。本屋さん発見。ちょっとお金をゲットして。ん？チームでバトル、何これ。バトルでは複数のキャラクターを同時に操作することが可能だ。いろいろなボタンを押すことで対応するキャラクターが即座に攻撃する。え、シンクロコンボ。あー、これチュートリアル後でもう一回見れるようにってことか。ノイズにサイキックを当て続けているとカウンター攻撃を行ってくる場合がある。カウンター攻撃中のノイズは攻撃を当ててもひるまないため危険だ。あ、これでも大事やな。空中に打ち上げたり吹き飛ばすと敵はしばらく身動きが取れなくなると。コンボね。はい、敵を倒すと、EXP と BP が手に入る。経験値と BP、 BP はバッジの経験値。リンドたちの敵は得点を攻撃を受けると状態異常に陥ることがあると。一定時間経てば元に戻る。
複数の弱点となる属性があり、その属性を攻撃すると良いダメージが増加する。バッチリな属性が付与されている。はい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 、敵を見て帰ろうと。で、敵を倒すとまでにバッチを落とすことがある。落とすバッチはノイズの種類とバトル難易度によって決まっている。はい、バッジの中にはレベルアップして進化するものがある。特別な条件を満たすと進化するバッジもあり、全てのバッジを集めるには進化の謎を解き明かす必要があるだろう。はい、ありがとうございました。コンプ要素が非常に多いゲームなので、おそらく整理してみるか。あー、こういうことになってんですね。ティップスとこう手に入れたこれ系。はいはい、全部読めてるかみたいなことですよね。 CD ついに来た新しい物語の幕開け。 CD1 枚だけ持ってるね。バッジ限全部で333種類、えぐいな数で。コンプはこの星がつくとコンプなんですよ。だから進化させずにやるとここに初めて入るってことです。でここに入ったらもう多分売っ払っちゃってもコンプしたことにな、コレクションしたことになってるはずなんです。はい、っていうことですよ。グラフィティって何？ゲームをやり込んでいくとグラフィティを入手できる。レポート内のグラフィティ画面で心のままに配置して楽しもう。お腹いっぱい、幸せいっぱい。初めての推しバッチ。かっこいいな、なんか、めっちゃやっていこう、これエスパーランク人間とか、これでいいんですね。よっしゃー、さあレベルも下げて、じゃあ次回ここから行きたいと思います。